こんばんは。今回はね、ゼロキスが再調整されたんで、せーの見ていこうかなと思います。ゼロキスは、剣聖と幻想コルネのモロメタとして実装されましたね。まあ、先週やりすぎた二人票を、まあ、速攻で抑えに来た感じですかね。まあ、先週までの流れであれば、今週ってグラスコートの更新だったはずなので、クレーって変わる予定なかったと思うんですけど、今回に関しては、全コート塗り替えに来た感じですかね。まあ、その、先週までと違ってなんか、最強で塗り替えるってよりは、なんか環境上位のキャラをなんか抑えるっていう感じの調整ですかね。なので、まあ、結構いい感じなんじゃないかな。まあ、ちょっと春とかは強いけど、まあ、それ以外に関してはトップメタを抑えるだけの調整ではあるので、まあ、このキャラとかね、めちゃくちゃわかりやすいんですよ。男キャラと女キャラで性能が変わるようなキャラで、男キャラだとめちゃくちゃ強いです。もう起動とかも強いし、めちゃくちゃ強い。で、女キャラ相手だとめちゃくちゃ弱いっていう感じの、まあ、性能となってまして、男キャラだと、まず、球速がね、すげえ速い。もう、速くて、もう、ボレーとか来られてもね、取れないです、こんな。うん、取れない。で、これでもう、まあ、SSS 溜まったんで、打ちたいじゃないですか。で、ここで、SSS の方を、はい、とりあえず展開していきますと、はい。で、このね、スマッシュとかがね、オンザに飛んでくるんですよ。だから、どこかで打ち上げたりとか、あと陣だけ打ったりとかすると、もう、やばいことなんですよ。こう打ち上げて、こう見てください。お、やばいでしょ、これ。こんな、取れるわけないんですよ。ただ、この、強い性能っていうのは、男キャラ対面でしかないので、まあ、女キャラ対面だと、めちゃくちゃ、まあ、弱いとは言っても、一応、まあ、戦えなくはないですけどね、その、エンマラケとか持たせれば、まあ、急速のは早いので、一応、まあ、まあ、やれなくはないけど、まあ、女キャラだったらこのキャラじゃなくていい。だってもう、ほとんどの性能なくなりますもん。見ていきましょうか。ゼロキスの性能は、この悪魔、うん、ちゃうな、夢魔、何これ、なんだろう。多分、あれですよね、サキュバスみたいな感じですよね、の潜在能力と、ブロークンラブゲームってやつ、空中地面向こう、相手にスペシャル封印不要、縛り不要、判定弱体不要、消費 30% 軽減、スマッシュがオンザラインか、ジャスト、スマッシュがヘビーフラット、4打球ごとジャスト、ダイレクト向こう、スタミナダメージ向こう、エリア 10%、移動速度 50% 不動、これが全部なくなります。女キャラ対面だと。なので、そうですね。まあ弱いですかね。まあ唯一役割が持てそうなのは幻想コルネぐらいで、それ以外は結構きついと思うんで、まあじゃんけんに結構強いキャラかな。やっぱ環境上位2人に勝てるのは結構高評価なので、そうですね。まあリーダーにおいて、まあ男キャラとコルネが来た時に、まあ抑え役として、うん、置くのが、いいんじゃないかな。それこそアスラと相性いいんじゃないかな。アスラの相手としてやっぱ、剣聖とか嫌だったと思うんですけど、その剣聖を抑える役として使えたりもしますし、そうですね。そこら辺で使えるんじゃなかろうかと思います。この性能はなかなかいいですね。この尖った性能ってやっぱね、なかなか面白いんでね。まあ、こんな感じで、まあ、使っていく形となるかなと思います。まあ、続いて女キャラとなるわけですが、女キャラというかは、一応テレシアなんですけど、ですね、この対面、まあ一応吐き抜きがあるので、嫌と言われれば嫌かもしれない。ただ、まあ同じ吐き抜きだったら、正月の見上とかの方がよっぽど嫌なんでね。うん。枯らされちゃうんですよね。軽減とかも特にないし、まあスタミナ消費 30% もね、女キャラ対面だとないし、まあパラメーター 50% ぐらいですか？ダメージを抑える要素としても。まあそんなもんなんで、まあ、特には、抑える効果がないということで、まあ、テレシアに基本的には、やられる感じとなりますかね。まあ、強制打ち上げとかがあったりするんで、まあ、これ踏ませて、まあ、A4 比行かせないってことも可能ではあるんですけど、まあ、別に踏まないこともできるしな。一応これも耐えれるんで、まあ、なんとかなる方ではあるんじゃないかなとは思います。強制が早いけどね。これもやばいよね。やばいけど、まあ、全然なんとかなる範囲ではあるんじゃないかな。ここで SS の方を打って、はい。で、アナザーの方も押して、もう SS じゃない、スタミナの方も結構回復してますし、まあなんとかなる方ではあるんじゃないかな。ここも、はい、取って、まあギアショー打てないんでね、陣だけ打てないのはまあ嫌っちゃ嫌なんですけど、別になくても、まあスタミナの方は回復できますんで、まあ削って倒すことも、まあ、全然可能なんで、まあ、他のキャラにとっては全然なんてことはないかな。まあ、吐き抜き面倒ではあるかな。あと、スマッシュ試しかけて、この手前フリックで SS 落とすっていうこともなかなか強かったりするんで、まあ、ここまで点が取れてるだけ全然偉いっすよね。うん、4点取れてるだけ偉いんで、このキャラは割と評価は高い方かな。ピーキーだけど、結構確実に役割を遂行してくれるってことね。うん。こんな感じで、まあ結構いいキャラなんじゃないかなと思います。
他のキャラ対面とかだとどうなんでしょうね。一応その環境にいるキャラだけ試したんですけど、まあ、意外なキャラに強かったりするかもしれないんでね、まあぜひとも使ってみてください。あとはそうだな、特に言った方がいいことってあるのかな。メモ帳の方見ていきましょうか。でもそんなもんだな。特に喋ることは終わってしまったかもしれない。まあ喋るとしたら、そうですね、転生スタイルとか、転生スタイル、一応ネックロオールラウンダー SS ドライバーがあるんですけど、何がいいんだろうな。一応ネックロにしても、あの移動速度 1% とかありましたよね。私それがあってもエンマラ系一応発動するんで、まあ、ネックロにして足速くしてもいいし、ドライバーにして封印対策してもいいしっていう感じかな。まあそれは人によるかなと思います。まあどっちかになるかな。うん、このどっちかで、あとはそうですね、ギアとか、ギアはエンマラケがいいんじゃないかな。やっぱなんだかんだ急速速くて使いやすかったので、まあ無理なもんは無理ですけどね。このルカ対面とかも、このギミックとかもなんか利用されたりとか、吐き抜きも利用されたりとかするんでまあこれ無理な対面は無理ですけど、まあやっぱ急速速いっていうのはなかなか正義だったりはするんでね。急速どっかで見れるかな、速いところ。ここで、はい、取って、でここでスマッシュの方を打ち込んでいく。結構速いですもんね。あーでもこれ障害物とかもこれはしょうがないですけど、まあ、急速速くできるエンマラケは、まあ、結構優先度は高そうかな。特にスマッシュお見せできないかな。スマッシュいいですね。格ジャスとかもあるのも結構偉いか。格ジャスはオートスキルの効果か。オートスキルの効果とか、まあ一応基礎能力を上げてくれるんで、まあ女キャラ対面の戦える、あこれですね、このいいスマッシュって飛んでってるんですけど、まあ、エンマラケは結構いい適性かな。昔はなんかギアショ封印と合わせてあのミララケとかで使ってたんですけど、まあ、今だとエンマラケがいいかなと思います。ギアショ封印、まあ、今でも強いですけどね、ジンラケとかそこら辺抑えれるからなかなかいいとは思いますが、どうですかねギアショ頼りのキャラ、まあ、それこそコルネとかのタイミングで刺さりますけども、まあ今やギアショってのは味付けではなくて、まあ本菜になってるぐらいなので、そうですね、ギアショ封印はなかなかいいんじゃないかなと思います。で最後に最初のイツタコルネ対面で締めようかなと思います。この対面は結構ね楽に勝てると思いますよ。まあパラライズがちょっと気になるんで、まあ、スキル1の方にパラライズ回復とかつけてあげると、まあ結構見やすくなるかなとは思うので、まあ、そこら辺つけてみるといいかな。ここもスマッシュを打って、早いもんなスマッシュここでスマッシュを打ち込んで、 SS の方も打ってたりして、まあ、状態上無効なんでね、飛びつきじゃない、打ち上げはしないんですけども、まあ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 軌道として使っていう形なのかな。基本的にはまあボレーで攻めていく形となりますかね。ボレーでガンガン出て、そうですね、まあオースに触らせてもいいですけど、まあ、触らせずに前で決めることもできたりしてね。エンマだけがこういうとこで輝くかな。やっぱ早いもんな、脱いでね、なかなか強いということで、いやーいい性能してるな。もともとピーキーな性能ではあったんですけど、まあ、ですね。まあ、女キャラにまるっきり無理っていうのを再現してもよかったけど、まあでも限界キャラだね。やっぱいろんなキャラに対応できないと、やっぱね、編成に入ってこなかったりするんで、まあ、この調整はグッジョブなんじゃないかなとは思いますね。この対面にやっぱギアショ飛んでこないから、もう一生ロブレンでいいんですよね。もうこれもう。二択とかも強いてこないしね。ロブレンして、で、パラライズが解けたら、まあ、攻めていくっていう感じになるので、そうですね。まあ、基本的にこの4対面は負ける要素がほぼないですよね。まあ、どっかでちょっと飛びついちゃったりしたり、そこでボレーで決めちゃうぐらいはあるかもしれないですけど、まあ、基本は、もうロブレンとかしてればなんとかなりますからね。ここで決めたりとか、まだ決まんないか。ここでミスっちゃいました。ただまあ、ここで一応パラライズ回復が入るので、まあ、むしろいいか。うん。変に長引くよりはここで決めていきたい。ああ、これギアショット打たれちゃいました。まあ、やっぱ特殊ショット打たないとギアショットできないのはそこだけ注意かな。先にギアショット封印してから SS の方打ちましょう。で、ここで、はい、決めて、はい、ドーン、はい、ここで、はい、ドーン。早いって感じで。はい、ぜひとも強いんでね、使ってみてください。ということで、ありがとうございました。お疲れ様です。